さてとか言っちゃうんですけど、いや、うちがそのちょっとだけうちの組織のことにも触れたいという、触れたいというか、その豊田さんアーティストで、その今熱海にいらっしゃるけれども、熱海に来る前の生活の赤裸々なことまで 最初にお聞きしちゃいましたけど、うちがこの主催をしているそのアーツカウンシル静岡という、組織なんですけど、まあ、アートプロジェクトの推進をしている組織です。で、先ほどその豊田さんがおっしゃっていたアートセンターの役割のに近い部分は結構あって、アートプロジェクトをやりたい人たちの相談を受けたりだとか、それの、まあ、僕はプログラムディレクターという立場ですけれども、僕以外にも4人、全部で5人プログラムディレクター、プログラムコーディネーターという人たちがいて、まあ、伴走支援という形で、助成金を、取っていただいた皆さんの、活動に対しての支援をしたりだとか、します。で、まあ、そういったアートプロジェクトをやる人たちの、まあ、主催する方々の、裾野を広げていこうっていうこともあって、こういうオンラインのセミナーとかも開催しているというところがあります。で、これがまた分かりにくいっていう、なんでアートがっていう話 に僕らも常に答えなきゃいけないというか、いう中で、やっぱり、お二人、まあ、うちはアートプロジェクトっていうのは、なんて言えばいいのかな、まあ、お祭りみたいなもので、非日常的なものだと思ってるんですね。日常に関わることはもちろんあるんです、地域の。で、それはまあ普通に暮らして、そこにいたらそこにもう街の日常はあるわけなので、当たり前に。なので、そこで何かやるって言ったらその街の日常に関わる。けども、アートプロジェクトの機会って、お祭りもそうだと思うんですけど、なんか晴れの舞台というか、まあ、常にそれやってられないっていうか。でもそれを、僕らの考えだと、アートプロジェクトは、それをすることによって、要はちょっとだけ日常から離れているので、違う目で街とかを見ることができて、でそこでこう何か物事を動かそうって言った時に、違った目で見て見つけるものがあるんじゃないか。で、その見つかったものとかに可能性が感じられれば、それを日常の側で引き取って、ビジネスにしていただいてもいいし、何か、なんだろうな、まあ、いろんな分野と僕たちは関わるんですけれども、例えば福祉の何か取り組みに生かしていただいてもいいと思うし、でもなかなか軸足が常に日常にあると効率とか考えちゃいますよね。うまくやんなきゃいけないし、失敗できないっていう。でもアートプロジェクトって、そう、まあ、アートプロジェクトに限らないですけど、非日常の場って、そこがちょっと離れられるじゃないですか。失敗もたまに許してもらえるというか。で、ということで、地域の可能性を広げていくっていうことが、アートプロジェクトにの一つの役割なんじゃないかっていうことで、進めている。で、ちょっとまあ抽象的というか大きい話になっちゃうんですけれども、その時にやっぱりやるのは人なんですよね。主催する人も人だし、そこに関わってくる人も地域の人だったりとかするっていう、まあ、当たり前なんです。物事をやる時には人が動くんですけど、その時に、人がそもそもなんか創造性みたいな言葉とか、あと文化芸術とか言うと、山田さんもさっきあんまり詳しくないんでとか言って。で、ついになっちゃうんですよね。僕もなんか、いや、音楽、ピアノ、楽譜読めないんでとか、なんか、つい言ってしまうみたいな、ところはどうしてもなんかあって、でも、そういったことをできる、演奏できることが、なんか、芸術ができるってことでは、創造性があるっていうことではなくて、おそらく、そもそもみんな持っているよねっていう、
そこにないものを作り出すっていうことの繰り返しで多分人間の社会は発展してきている、うん、まあビジネスとかだとイノベーションがずっと起こり続けているから今まで来ているし、その途中には産業革命があったりとか、うん、まあ、よくはないけれども、その武器の開発で生まれた技術が他で転用されていったりみたいなこととかもあるから、常にこう生み出しているわけだから、だからそれは大きな話じゃなくても小さいことでもいっぱいそういう試行錯誤をして、新しいことを生み出していくっていう能力はそもそも持っていると、うん、でそれを、ちょっとやっぱりサービス的に外に出しすぎちゃって、でお金払ってやってもらうみたいなことがすごい増えちゃったんですよね、世の中で。それを一回もうちょっと自分でできることあるじゃんっていうのを取り戻すみたいなことも、そういったことのきっかけになるんじゃないかっていうのが、これは、組織としては言ってなくて僕のなんか言い方になっちゃってるんですけど、ただそういう話を常に中ではしながら、アートプロジェクトの推進をしている団体になってます。なので、今回のそのお二人の話を聞いていると、やっぱり非常に、お二人はだから支援側だから、逆にものすごくゆったり構えてないといけないというか、これはこうでなければいけないっていう決まりきった目、なんていうのかな、固定概念みたいなものがすごく緩いと思う、うん、あれ褒めてます？別に常識外れだって言ってるわけじゃないんだけどもいい意味で固定概念、ネジが緩んでいるなと思うんですけど、なんかもともとそうなんですか？どうなんですかね。作家をやってる頃は結構ガチガチだったかなっていうのは逆にあって、うん、インスタレーションと呼ばれる、まあ、空間全体を使ったアートがやっぱり一番面白いし、うん、その中でも場所性とかそこの場所のものをちゃんと汲み取るやつが面白くて、うん、でなんかミュージシャンとかがアートということに対してざわつきを覚えながらやってはいたんですけどそうでもやっぱりもうちょっと広がってそのアーティストが暮らせる街とか行った時にやっぱりなんかアートだけで好きになるってことってそうそうなかったりとかして、いやその言い方あれですけど、いわゆる普通のマンションに住んで普通の量販の家具しか買ってご飯もそんな好き嫌いもない人がすごく高い絵を買うかって言ったら、やっぱりなんか全体的な文化に興味を持っていくのが大事なのかなって思うと、そのどっかのジャンルにがんじがらめになるって必要はないなって思い始めて緩み始めたら、まあ、そもそも表現って何だろうみたいなところでもう、その人がいいっていうものはとりあえずいいんじゃないかって、まあ、もちろんちゃんとしたアートとかとんちた音楽とかはあるけれど、アカデミックなものとは別に好き放題やり表現とか文化ってものも大事で両方あるからいいんだろうなっていうふうにどっかで切り替わった瞬間に、まあ、何でもありは何でもあり、ただやっぱりアートとか音楽ってちゃんとしたアカデミックなところとか評価ってものはもちろんあるけど、それに乗っからない自由な表現とかも全然大事だよねと思えたので、割と今は何でも笑って受け入れられるようになったかなっていう感じですね。気を緩めたらそっちに戻ってしまいそうとかいうのももう全然ない。でももうなんか良くも悪くも別物って思っていて、で別物だけど両方あるからいいっていう風に自分の中で割り切ってはいるんですよね。いわゆるちゃんとしたアートとかちゃんとした音楽とかってものはそれはそれであるけど、そうじゃなくて鼻歌とか、歌かどうかもわからない声とかっていうものも持ち的な表現で、それもあってこれもあるから良いのであって、どっちがいいってその二項対立ぶつけること自体は全く意味がないんだろうなっていうふうに思ってるので、あれはそうですね、全部それはそれでいいんじゃないっていう感じですね。心からいいんじゃないっていうか、それは全部まあ意味はあって必要なもんだろうなって思ってるので。どんな球が来てもなんかちゃんと向き合えるかなっていう感じですね。うん、山さん緩かったですか？一応レール通りに大学までは進んできて、でいわゆるこう
大きな会社に入ってっていうところまでは行ったんですけど、うん、まあ住宅の営業やっててちょっとなんだろう、同じことやってても売れないというか、うん、なんか自分を知ってて自分のルールを作らないとなんかこううまくいかなかったんですよ、うん、でそれがまあきっかけになって一番変わったのが自営業になってからですかね。うん、なんかやっぱ社会のルール通り行くと個人事業主なんて普通にこう潰されちゃうというか、あの会社の規模感から行くとやっぱ大きなところの方が世の中のルール上はこうやりやすかったりするので、なんか発想をまあ自営業やり始めてから変えたのが、あの隙間を縫っていこうかなっていう、人と違うのをやれば競合も何もなくなるので、自分が考えたことがなんか その方が比較しなくても済むし気も楽だったんで、でも感覚はそんな感じですかね。でも遡ると小学校の低学年の時はずっと落ち着きないって言われてたので、ああなんかやっぱ違うことやっちゃうタイプだったんだと思うんですけど、はい、あっちに顔出してそっちに顔出してさすがに教室から出なかったですけど、うんうん、立ち上がったりはしてたと思うので、通信簿がいつもあの落ち着きがないチェックが入ってそれは今に至るような感じですかね。根っこはそうなんですけど、どっかでこう強制してた時代があって、うん、まあ、自営業になって今まで通りに戻ったような感じですかね、うん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 、小学校の時ってなんで自分の教室にとどまるんですかね。ほら、だって今他の教室行かなかったけどっておっしゃってたから、うん、でもふと思い返したら小学校の時って自分のクラスに割とずっといるみたいな子が多かったですよね。そう、僕全部行ってたんですけど同じ匂いがするまあでもそうですよね。だから結構あの一時期の時代で経済成長とかした時代に割とルール作られすぎてるかなって思ったんで、なんかもうルール通りに動かないと動けない状態がなんか今ちょっと変わりつつあるのかなっていう、ルール作った人たちも変えなきゃいけないと思い出してるのかなとは思うので、そのルールが正しかったのかっていうところの議論も必要なのかもしれない。なるほどね、はい、うん、ルール高速とかもなんかおかしな高速、ね、今思うとありますよね。ありますね、はい、そうなんかこうやっぱまあ時代がねさすがにだいぶ常に変わっていくから、うん、例えば50年前に作ったルールがそのまんまうまくいくかっていうと、うん、まあよほどのこう幅を持たせた自由度の高いルールでない限りうまくいかないというか、どっかに無理が来るっていうのはあるんですかね。ね、でもそう考えるとなんかさっきの行政の人は3年で1回部署が変わるからアップデートしやすそうだけど、なかなか、うん、してるんですけどね、新しい血が入って、だから議論とかはすごいなんか実はいろんな観点が入ってるように気がするんですけど、まあ、あのそこの話はあれにしてそう、ちょいちょいいい時間にはなってきているんですけれども、うんと、どうしようかな、一個さっきちょっと長々とアーツ監修のことを僕話させてもらっちゃったので、うん、自分できっかけ作っといてそれに自分で乗っかろうと思うんですけどあの要は、アーツカウンシルっていうのが、特に、まあ、全国にいくつか最近どんどんできている、うん、あの組織ではあるんですけれども、まあ、ざっくり言えばなんかこう中間支援組織っていうふうに言われることが多いんです。で、で中間支援組織っていろんな分野にあると思うんですね。でお二人がやってることもあの民間であのそれぞれで中間の位置に立ってこう相談を聞いてマッチングをしたりとか、必要な支援をするみたいなことだから、なんか割とこう近しいものを感じるんですけど、
まあでもその組織としてって言った場合に、いろんなものがありますが、まあ僕らはまだ4月から本格的に動き出したばっかなんで、頑張らなきゃいけないんですけど、こんなアーツカウンシルになったらだったら嫌だみたいな。大喜利です。大喜利じゃないですけど、ツッコミはそんなにいないのでここの場所にボケなくていいんですけど、そう、まあ期待することでもいいんですが、こんなん嫌だっていうとなんかとなく具体的なものが出るかなと思ったんですけど、もしあれば教えていただけないでしょうか。どちらからどちらからどちらからっていう目ですよね。で、トイダさんからそんな嫌だって、まあなんかとうちの場合は、3年前から一応そのカウシの前身の文化プログラムから支援いただいているので、言葉を間違えるとなんか嫌だったに聞こえそうで怖いんですけども大丈夫です。ですね、どうなんですか。やっぱりでも、まあアートプロジェクトの支援とかも行っていて結構進めたりもしていて、実際うちのスクールの受講生が今、カウンシルさんの支援受けてプロジェクトできたりはしてはいて、まあ本当にありがたいなとは思いながらも、まあ、静岡の場合は今年からなんですけども、他のところのやつをもらいながらやってる企画とかに呼んでもらったりもしたこともあったりとかするので、なかなかやっぱりその公的なポジションもあるので難しいとは思うんですけれども、やっぱりプロジェクトって立ち上げたばっかりのことかってやっていく中でゴロゴロ変わったりしちゃうことも出てくるっていうのもあって、うちの受講した子とかも割とその途中でやっぱりこうなったとか動き始めたら結構変更もあったりとかしたので、なんかその他のとこだとある書類出したら出したが最後そこに向けて走り続ける列車のように一直線に行きなさいみたいな、石があろうが先が欠けだろうがあなたの敷いたレール通りに走りなさいみたいな形になってしまうとものすごく怖いなっていうのと、あとやっぱり失敗っていうのが大事なのかなって最近思っていて、その成長と失敗って思った時にどこで失敗するかみたいな、よくないですけど作家とかも結構挑戦とかしなきゃいけないので外しちゃう展覧会とかどうしてもあったりもするっていう側面もあったりとかすると、みんながみんな100点を出せない中で、どこで失敗するかっていう時に、まあこういうカウンシルとか支援していただいてる時になんか死なない程度の事故が経験できるっていうのは一番幸せなのかなとは思っていて、なんかそう絶対に事故が許されない、出したが最後死ぬまでレールを走らなきゃいけないような支援団体になったらめちゃくちゃ怖いなっていうふうには思ってますね。暴走列車ね。なっても、ま、もうレール通り行ってくださいって。でもやっぱり企画書出すときってみんなバタバタなので、結構出すときはうまくいったと思うけどっていうのもあったりはするので。確かにね、変更が効くというか、まあまあその目的は大事だと思う、目的設定はすごい大事だなと思うんですけども、うん、手段はねある程度やっぱり場合に応じて変わるものだとは思うんで、うん、でもそうだから、アーツカウンシルについてこんなんだったら嫌だっていうのを振ったんですけど、でも失敗っていうのが、お二人から出てしまったんですよね。失敗気になるみたいな、失敗したいみたいな。なんかそのことさっきも事前の打ち合わせで実は山田さんと話をしていたので、なんかちょっとそのあたり山田さん思うこと、はい、まあなんか多分平和なところ育ちでルールもしっかりしてる中で、しっかりしたもう日本っていう国が出来上がってから生まれた状態だと思うんで、うんうん、なんかその反面こう失敗できる余白が随分少ないなっていう、子供の頃からやっぱそんなに大失敗はしないように大学行ってみたいなところがルール化されていて、なんかそこがもうちょっとこう余白の部分をすごく作ってもらいたいなっていうのと、まあ新しいことやるときにやっぱ失敗するかもって考えちゃうと、なんかどっかの事例を
引っ張ってくるしかなくなっちゃったりするので、うんうんうん、まあ、アーツカウンシルさんも期待値結構高いんですけど、うん、なんかワーケーションっていうワード世の中に出てるんですけど、ちょっとずつ外してくれる、あ、マイクロアートワーケーション、なんか僕それ結構そのワードしっくりきたんですよ。なんかワーケーションってこうスーツの方がいきなり海の目の前で仕事してってあんまりこう違和感だらけだったんですけどなんかアーティストのこう自分らが思うアーティストの方の働き方、まあ、文豪の方とかも近いのかもしれないんですけど、もともとやってたような気がするんですよ、うんうんうん、なのでなんかこう世の中のワードだけ一人歩きするやつをちょっと外してほしいですね、そこに期待する。だからテレワークとかなんか固い言葉がいっぱい出てくるんですけど、はい、テレワークもなんか違ったところ、そういうのになんかこうあの一緒に関わってほしいというか、一緒に やっていきたいなっていう。なんで今回もそのアーティストを受けるのに街づくり団体とか移住の推進団体っていうところにホストになってくれっていう、あの辺がすごい面白いなっていうのを感じましたね。なんでその期待値はすごい、よろしくお願いします。いや褒めてなんか上げていただいてあのマイクロアドワーケーションちょっと後ほどあのご紹介するようにしますね。あのそうか、そう、確かに言葉が一人歩きしてしまうっていう、あの怖さというか、まあ便利なんですけどね、あの今日のテーマのその街づくりっていう言葉も、あのその言葉があることで、あの要は目に見えない、形にならない部分のソフト的な街に関わる部分とか、うん、人のつなぐっていうネットワークを作るっていうこととか、なんかそういったこともその街に関わる大事な要素なんだよっていうのが言えるようになったっていうのはあると思うんですよ。ただ一方でその解釈の仕方がいろいろあるので、あの気をつけなきゃいけないなっていうことはすごく常々、思います。たらですね、なので、まあ、あの頑張ります、あのとしか言えない、あの上から言っちゃったよね。いや、あのはい、あの何だろう、固い言葉をずらすのを頑張りますそう、でもあれは、でも僕らもいろいろ持ってるのが、そこで活動している人たちと暮らしている人たちのためになるっていうことが一番で、要はアーツカウンシルだからアートを扱うんですけれども、アートがちょっとこう浮いてしまったというか、発表とかあのそういう方の、要は享受する人にとって自分は作り手ではなくて何か享受するものだっていうふうになってしまったけれども、いや、やる、自分が表現をする、でその表現の幅はめちゃめちゃ広いよっていう、アート作品作ることだけが表現ではないっていう、そのさっきだと、熱海でイベントをやりたいっていうのも、うん、自分のやりたいことを表明することになるので、まあ、表現の一つだよっていう、うん、あのだから本当に庭先をきれいにするっていうことも、もしかしたら見方によったら表現かもしれないし、うん、あのなので、そういうあの風にこうグッと引き戻したいっていう気持ちがあって、であの日常の、まあ、町の暮らす人たちがそれをあの使ってより豊かに、より豊かって変ですね、良い暮らしを地域に作っていってほしいなっていうのが、あの僕らの思いなので、あのそういう意味では、であの浮ついてしまう言葉をぐっと引き戻したいっていうのはあるかもしれないです。あの地べたというか、より取りやすくしたいっていうかね、うんうん、なのでまあまだ1年目なんですけど、強調します。これからまだネタ仕込んでますので頑張ります。はい。そしたらですね、最後に、まあその町づくりまたは地域に関わるっていうそのお仕事をされている、またそういう存在だと思うんですね、お二人が。で、豊田さんは熱海っていうあの一つくくり、まあその外でやね関わることもあるとは思うんですけど、一つはもう腰を据えてそこでお客さんを迎え入れるっていう場所までホステル
とアトリエの場所まで持ってっていう形なので熱海っていうところにある程度絞られているんですけど、うん、逆に、山田さんの場合だとこう今は沼津三島、裾野中泉中泉、はい、長泉、はい、富士宮、はい、とすごくエリアが広がっていってるっていうところがあると思うんですけども、はい、なので一概に一言で地域って言った時にお二人ともこう見てる部分が違うとは思うんですが、ただまあでも地域には変わりないと思うんですね、自分がいる。なのでその、自分自身ご自身がその地域にとって、どんな存在か、もしくはどんな存在になりたいと思っているかということを、それぞれにお聞きして、締めくくりたいなと思うんですけども、2人しかいないからね、どっちとも目合うからね。山田さんから、まあ良くも悪くも何やか分かんない存在でいたいな、うんうんうん、でそれがいい意味で、うん、入れたらいいなっていうのは常に考えてます。やっぱどっちかというとこう人と違うこと違うことって考えてる中で新しくこう動くことが多いので、みんながみんな多分分かることってどっかの誰かがやってることだと思うので、まあ地域として考えるんであれば地域のこの先を考えて何やか分かんないような存在なんだけど相談先になれるようなそんなポジションになっていけたらなっていうのは思いますね。はい、とりあえずあそこ行ってみろみたいな、はい、そんな立ち位置ですね、うん、とりあえずね、はい、うん、どうですか。でも今のとりあえずっていうポジションはやっぱりすごくいいなとは思っていて、でまだ慣れてはいないですけど、いろんなものの際に入れる、そのアートと街の際だったりとか何かと何かの間に入れるような人になりたいなっていうのもあって、それで渚浦って渚町っていう場所にはあるんですけど、あの波打ち際の陸と海の間の渚と浦っていうその境界線に入れる人でいたいなっていうのがあったので、そうするとまあ際どい人ってなんか危ないイメージがあるんですけれども、その際に入れる人でいて、できるく願いが叶うのであればいろんな常に面白い先端の際に自分が居続けられたらそれは幸せだなと思うので、まあそういう場所にいてとりあえずっていう形で熱海で何かやりたかったらとりあえずっていう風に言ってもらえたら本当に嬉しいなとは思ってますね。うん、なるほど。際立つって言葉もあります。綺麗。すいません、ちょっとじゃあここで ありがとうございます。ちょっとアーツカウンシル静岡からのお知らせ、をさせてください。先ほど山田さんから言葉を出していただいたマイクロアートワーケーションという、事業を扱うしる静岡が、やっております。11月から、3月まで、静岡県内16の団体が、まあ、ホストとなって旅人であるアーティストを、地域に受け入れるという形で、実は今日お二人ともそれぞれでホストをにこう、まあ、手を挙げていただいて、まさに山田さんのとこには今来てるんですよね。たった今、たった今昨日から昨日からの方も、はい、の方も2名いますね、アーティストの方々来られているんですけれども、はいはい、その地域に、まあ、滞在していただいて、特に何か作ってもらおうということではないです今回は。とにかくそこ でまず出会っていただこうっていう、そこの地域と出会っていただこうということで、進めております。でその滞在の様子が、ノートで、配信されておりますので、今画面に URL が出ていると思いますが、どこだ、はい、note.com のスラッシュマイクロアート microart
で、もう旅人になってくださっている、64名だったかな、の方々が随時更新をしていただくので、かなりのボリューム感で面白い読み物になっていると思いますので、ぜひこちらの方で滞在の様子をご確認ください。で、続いてなんですけれども、ちょこちょこ話に出ています、熱燗酒静岡 の、 主な事業である、助成金、次年度の助成金の、公募が今出ております、ホームページから、要項、様式を、ダウンロードしていただけますので、そちらの方ご確認いただいて、事前相談、オンラインでの事前相談というものを、条件とさせていただいております。そちらのお申し込みも同じホームページ上にありますので、希望日の3日前までに予約を入れていただくようにお願いいたします。初回相談に関しては、12月10日までが一旦締め切りとなっております。募集の締め切りは来年の1月11日、こちらホームページ上の、フォームよりご応募ください。郵送の場合は、書き留め、簡易書き留めで、筆着として、1月11日筆着でお送りください。はい、もう一つあります。ぬるく褒め合い称え合ういいですねへそ茶会という、オンライン上の寄り合いを、だいたい隔週のペースで開催しております。一旦、12月まではスケジュールが今ホームページに出ておりますが、今月は来月は12月1日と15日と22日に、熱燗酒静岡のプログラムディレクターが代わる代わる、主となって雑談をします、というか聞きます。雑談をする場です。なので、何か話したいな、こんなことなんか聞いてみたいなっていうことがあれば、アクセスしていただければと思います。はい、最後告知が多いとね、喋りすぎるんですけどねすいません。はい、で今日の、オンラインセミナーお手前頂戴いたしますは、山田さんと豊田さんをお迎えしてお送りしましたが、次回は、12月4日の土曜日、1時半から3時に、クラフトティー、株式会社クラフトティーの代表取締役で、かつ、株式会社経営参謀代表取締役の、荒谷健二さんをお迎えして、日本茶を通して見つける暮らしと営みというテーマで、お送りいたします。同じくこの YouTube チャンネルでの配信になります。ぜひともこちらの方も見ていただけたらと思います。はい、今日の様子も次回の様子も、アーカイブで後ほど、公開させていただきますけれども、オンライン配信としては1時間半っていうのは割と長い方だと思うんですが、ご覧いただいた方々、あとお二人、山田さん、豊田さんも長時間にわたりありがとうございました。ありがとうございました。マイクロアートワーケーションも進んでおりますので、そちらの方でもまたぜひよろしくお願いします。はい、というところで今日は、のお手前頂戴いたします、は山田智博さんと豊田優さんをお迎えしてお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。